9月10日に坂井正人49主演の連続ドラマ v i v t b s k の第9話が放送された。v i v は自衛隊の影の情報組織、別班の一員である野木裕介、堺を主人公に描かれる半沢直樹で演出を務めた TBS の福沢勝雄氏が原作監督を手掛けるオリジナルドラマ。第9話の終盤ではテロ組織、 テントの日本にいるモニター工作員のメールにより、乃木が行っていた偽装工作が発覚。窮地に立たされ、物語は最終回を迎えることになった。乃木はリーダーののご恩べき役所工事67やナンバー2の残る二宮和成40と着実に接近し、情報を引き出しつつあったが、重要機密だったはずの、 買い占めている土地に高純度のフローライトが眠っているという情報が乃木がそれを知った時期に外部に漏れてしまった。さらに日本のモニターから送られたメールの動画によって乃木が裏切って射殺したことになっていた別班メンバー4人が実際は全員生きていて病院で治療を受けていることも発覚。乃木は絶体絶命の状況となったのだ。 最終回を前に多くの謎が回収されましたが、新たな謎として、日本のモニターは誰か、が出てきましたね。まず怪しいのは、ジャミーンの主治医でウィ、世界医療機構、の雪きる、二階堂ふみ28、ですよね。病院に勤めている医師ですからね。彼女はずっと視聴者から、裏の顔があるのでは、と疑われ続けていますが、ただ少なくとも、日本のモニター、 ではないと考えられます。というのも、今回の盗撮動画は、別班4人の顔を知っている、という前提がないと撮れませんからね、テレビ史編集者イコール以下同。別班は、組織内でもお互いの面識がほとんどないトップシークレットの存在。乃木も、指令の桜井さとみ木村緑子、61、後輩のクロス春、松坂通り、34、そして、 今回生存が発覚した高田名貧、市川恵美三郎53、広瀬水木、玉木良34、和田孝、平山祐介、52、熊谷一揆、西山淳、25、ら6人しか把握していない。野木が上司である桜井の情報を、おそらく50代後半しか知らないことからも、徹底的に個人情報が伏せられていることがわかる。 別班は覆面を被ってテントと接触しようとしていたところを射殺されたため主要登場人物で殺された4人の顔を直接的に知っていているのは乃木とテントに囚われているクロスを除くと別班の桜井司令事件現場で死体を確認した警視庁公安部の野崎上安部広司59ドラム富江ドラム31バルカ警察のチンギス バルサラハガババタボルドの4人だけだと考えられます。動画は日本の病院で撮影されたので、日本にいないチンギスも除外されますね。桜井指令についても、実は黒幕説、などはあるが、今回登場した動画では病院の廊下ですれ違う和田をかなりの至近距離で撮っている。おそらく盗撮。にもかかわらず、和田は完全にノーリアクション。 もし撮影者が桜井司令であれば多少の反応はするはずだから、桜井も日本のモニターではないと考えられる。そうなると、残るモニター候補は二人。野崎かドラムになってしまいますよね。盗撮が胸ポケットにカメラを忍ばせて撮影するような方法だと仮定すると、別版を撮影した動画には高身長の人間が撮ったような視点の映像もあったため、 例えば胸ポケットとかにカメラ入れてるとして、胸がこの高さになるくらい背が高い人といえば。と、演じているのが高身長の野崎を疑う声も出ていますね。しかし、野崎がテントのモニターだとすると、これまでのドラマがめちゃくちゃなことになってしまう。野木は野崎を信頼しており、第7話ではバルカ行きの飛行機で、あなたは警軍の一角。眼光支配に徹す、です。 とあなたは軍を抜いて優秀だから、行動の裏を汲み取ってください、と読み取れるニュアンスの言葉を投げかけるなど、意味深な描写もある。本作はモノローグなど野崎目線のシーンも多いし、ドラマの前提が崩れるような展開はさすがに考えづらい。あと1話で最終回ですから、さすがに風呂敷を畳むのが難しくなるでしょう。そうなると、やはりショッキングではありますが、 怪しいのはドラムということになってしまいますよね。ドラムは愛嬌のある笑顔、口が聞けない代わりに使っている会話アプリ、声、林原めぐみ56の口調の可愛さ、超有能なサポート能力から視聴者人気が非常に高いキャラクター。しかし、黄色の衣装を着ていることで裏切り説も囁かれていた。 本作は敵味方問わず裏切りを行った人物は衣装などから、黄色が強調されているんですが、ドラムはいつも黄色い服を着ていますからね。加えて、乃木が別班4人を射殺した第7話では不穏な描写があり、視聴者に疑いの目を向けられたこともありました。ドラムはいつも人懐っこい笑みを浮かべており、 巨漢にもかかわらず非常に俊敏に周囲の状況に合わせて動けるキャラクターとして書かれていた。ところが、第7話のドラムは、乃木が病室でドラムの気配を感じて、こんにちは、ドラムさん、と呼びかけられた際の表情がいつもと明らかに違う、眼差し、だったほか、別班がすり替わるために倒されたロシアの反政府勢力が拘束されていた現場では、 何か深く考え事をするように妙にぼんやりとしていて、即座にバルカ警察の、それ、落ちてる証拠品、取ってくれ、という言葉に反応できていなかった。また、その現場で気絶させられていたロシアの反政府勢力を見つめる目つきも不穏なものだったのだ。もしドラムがテントのモニターだとすれば、あの場にテントと取引する予定のロシアの反政府勢力が倒れていたら、 別班が入れ替わってテントに接触しようとしている、と、すぐにわかりますよね。それをどうにかテント側に伝えたいけど、周囲には野崎や捜査中のバルカ警察がいて下手な動きはできない。どうしたものか、そうしたことを考えていて、一瞬、上の空になってしまっていたのかもしれません。ドラムテントのモニター説、については、ドラムはテントのメンバーと考察。 幼い時に人身売買組織に誘拐されてんと、のぎたく、べきの本名に救われ、そのせいで喋れなくなった可能性がある。公安に近づくために有能なドラムを忍び込ませた。日本のモニター、ドラムだったりしちゃわないかな、ずっと病院にもいるし、帯黄色だし、どうしたらいい本当にドラムそっち側だったらマジで1ヶ月はやむよ。病院を盗撮してたモニター、ドラムかな。 あの子なら全員撮影することなんてへでもないでしょ。あと、この病院、ジャミーンが通院してるとことか。といった声が、SNS にも多く寄せられている。常にスマホアプリで会話しているだけに、堂々とスマホで盗撮していてもバレにくいのでは。という指摘もあった。マジで1ヶ月はやむよ、という投稿が良い例ですが、 大人気キャラクターのドラムがここに来て裏の顔を見せたら、視聴者にとっては最悪の裏切り展開ですよね。ただ、第9話で、ベキはジャミーンが日本で無事に過ごしているのを知らなかった、ということが明らかになったため、野崎やドラムがモニターだった場合は、その件を報告していないのが不自然ではありますが、いよいよ最終回を待つばかりとなった、ビバン、新たに浮上した謎、 日本のモニターは誰なのかそれがドラムであれば、日本中に悲鳴が響き渡るかもしれない。